そう、朝配信なかったんでね、すいません。あゆねちゃん、土曜日の公演で初めて見て好きになりかけました。なってないんですか？お悩みしだって。まだみんも、私もぜひお願いします。もうね、好きになってないんですね。なりかけたんですね。あと一息。はい、ありがとうございます。全然元気になりました。ありがとうございます。すいません。なかなか私も熱出すことほとんどないので、ちょっとびっくりしたんですけど、大丈夫でした。はい、薬飲んで早く寝たら全然大丈夫でした。ありがとうございます。ご心配おかけしました。すいません。はじめまして、あつさん。はじめまして、来てくださってありがとうございます。こんばんは。はい。心配すぎて髪に頭をついつけて。ダメです。体大切にしてください。面白い。はいよ、ありがとうございます。ビビビさん、ファイト、ありがとうございます。ねえ、何かけて。あげしみのオンラインしか知り、大丈夫かな？大丈夫かな？いけてますかね？もしやだったら、お問い合わせとかしてみてください。押すことを検討する会議を検討しています。いやー、だいぶ前じゃないですか。会議すらしてないんですか？それは寂しいな。よかった、ありがとうございます。体調ございました。せめて押すことを検討する会議だけでもしてください。して、検討せず押してください。 辛いやつじゃない、辛いやつから気になってます。なんか気になってる方多いんですけどね、もうあと一息、気になるの先に言ってもらえたらすごく嬉しいんですけど、ツンツンツン。 さん、しの方、これからもよろしく。わ、ありがとうございます。嬉しい。 ありがとうございます。良いリップですね、あかりんさんのです。 愛用です。よしみん、レスの送り方、そうですか。さ、なんかね、この前の公演で特にすごく言っていただくことが多かったんですけど、そうですかね。嬉しいな。ちょっとなんか近いですね。嬉しいな。嬉しいな。まだまだ研究中ですが。ブヒヤワブヒヨさん、だるまありがとうございます。だるま。だるま100個、だるま釣りましょう。ありがとうございます。はじめまして、ありがとうございます。嬉しい。田植え、そうなんですよ。田植え写真ツイッターに載せそうので、よかったら見てください。日本アクターみたい。 いや、ちっちゃい頃なんでね。 私も沼に落としてください。 沼には落としません。あ、沼、あ、そういうこと？じゃあ、落ちてください。そうなんです。ちょっと体調崩してたんですけど、昨日の夜。もう今はすっかり元気になりました。まだちょっと暑いですけど、でも全然元気です。ありがとうございます。すいません、ご心配おかけしまして。しんのすけさん、カーネーションありがとうございます。ありがとうございます。3番目に好きです、だって。あれあれあれ あれ あれ あれ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 
LINE 来てて、嬉しいな、ありがとうございます。
なんかね、よく明菜先生にもゆうみさんにも意外と踊れるよねってよく言われます ファンの方にも。そう、意外と踊れるねってよく言っていただくんですけれども、ありがとうございますありがとうございます。聞いてくださって、ぜひ13日の公演もお待ちしてます。はい、13日の公演、次13日に出るので、そう、1週間に1回ですね、今のところ出れてて嬉しいです。高頻度で出れててね、今日の公演いろいろ集めてですが、まあ研究生公演ということで、そんなところも温かく見守ってもらえればと思います。かき揚げと一杯しか食べられなかった、一杯食べとるやないかいいつもは何杯食べるんですか。いや、美味しそう、かき揚げ丼、かき揚げ丼美味しそう。今日私は長芋をお好み焼き食べました。嬉しい、絵が素敵、嬉しい、見とれちゃったよ、だって。いやー、ありがとうございますありがとうございます。小さい子のため感じが好きだ見てくださってありがとうございます。そう、載せてるのでぜひ見てみてください。いいねとコメントもお待ちしておりますね。今日ね、公演告白タイムありましたよね。いや、私がやってたらもう私多分はけてたかもしれない、恥ずかしすぎてはけますって言って、はげてたかも、一旦はけさせてくださいって言ってはげてたかも、恥ずかしすぎてめっちゃ可愛かったね、みんなナンパもね、いてとても気になってます。じゃあまずは配信を見ていただいて、次は公演に来ていただいて、そしたらモバメもぜひ撮っていただいて、そしてオンライン話し会でもっと詳しく話しましょうあ、土曜日公演もしかして、ありがとうございます。好きになりかけに行きます。違いますね、好きになりに来てください嬉しい、頑張ります、練習、ありがとうございます。そう、次13日オンライン話し会の後です、頑張ります。こそこそ、ありがとうございます、こそこそね、つんつん、私ね、ポンポンじゃなくてよしよしなんでねお邪魔します、よしみ押してます、ありがとうございますありがとうございます、嬉しい、ありがとうございます、嬉しい。やすさん、かわいいなギフト、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。1曲目から嬉しかった、嬉しい、ありがとうございます。そう、最近はね、かっこいい系の曲も目を合わせることを意識しております。なかなか難しいのですが、ソフトクリームとかさ、つぼみたちとか、ママの足音が違いましたは自然とレースできるんですけどね、なかなかその1曲目2曲目あたり難しいなと思いつつ、最近ちょっと意識してます、ありがとうございます。そう、よしみんの私のね、ペンライトカラーしてくださってたらめっちゃ見ます。まあそうじゃない方も見るんですけど、してくださってたらね、めっちゃ見ますので、ぜひしてもらえたら嬉しいです。レパードさん、カウントありがとうございます。アセアさん、ハートありがとうございます。手に何も書いてません、アイラインって恥ずかしいすってメモじゃないんです、これアイラインですこっちほくろですよしみを押し始めた瞬間、人生が華やかになったのでおすすめです、20代男性あるやつ、よくあるやつらしいですアクリルキーホルダー、ありがとうございます。あ、見てるの気づきました。そう、私も結構見てるんですけど、気づいてもらえてるかなってちょっと心配なんですよね。ありがとうございます。そう、こんばんは、ありがとうございます、こんばんは。あ、近い方が可愛く見えます。あ、あー、
昨日と今日でそんな変わってます？昨日そんなテンション低かったですか？ちょっと無意識かも。いや昨日は出て熱あったから、そんなテンション低かったですかね。でも体は結構元気だったんですけど。近い方がいいですか？足長くて痛い。ありがとうございます。ありがとうございます。いやいやいや、とりあえず一回押してみよう。はい、ぜひ一回押してもらえたら嬉しいです。はい。あさってからオンライン申し込み会始まるので、気になるって方はぜひ一回だけでも、まあ明日のあさってので最終申し込みになっちゃうんですけど、気になる方はぜひね、あさってから始まるのでお待ちしてます。ふかさんだるまありがとうございます。ペロペロしちゃおうぜ。そう、そこをね、指差しをペンライトしてくださってる方にすることを心がけています。レッスンもらえた気が、それはもらえてると思います。そうなんですよ、結構指差しする瞬間がつぼみたちとソフトクリームって多いじゃないですか。なのでやってしてます。ふかさんだるまありがとうございます。だるま釣りわっしょー、ありがとうございます。お、お仕事お疲れ様です。ニヤニヤしながらお話し会取ろうかなレベル。それはもうぜひ取りましょう。待ってます。もうそれは取っちゃいましょう。待ってます。明後日からなのでね、私も田んぼに落としてください。私は今沼で浮かんでます。沼で受けるんですかね。沼でそもそも沼ってズーンって沈むんじゃないの。田んぼに落としてくださいって落とすなよ、落とすなよ、じゃんそれ。えいえい。よく眠り。田んぼに落ちそうです。沼るじゃなくてもうあれだね、田んぼに落ちるになっちゃいそうだよ。生存確認ありがとうございます。元気になりました。今日誕生日会お話しくださいました。ありがとうございます。楽しみにしてます。やった、嬉しい、ありがとうございます。今週末ありますね、嬉しいな。アセアンさん、かわいい、ありがとうございます。あれ、かわいい。あれそれは AER したら R になっちゃう。 UR の R です。伝わりますかね。 UR の R ですよ。意外とそれ褒めだと思うんですよ、私褒め。あ、ゆずみと同じ日体調悪くなった。あ、そうなんですね。それはあれかも、細胞が同じかもしれない。そんなわけはありませんか。細胞が同じかもしれない。ダンス得意、あんま得意じゃないですね。でも頑張ってます。横顔綺麗ってね、たくさん言っていただくし、ゆずはさんもいつも横顔が綺麗って言って、いつも横から見てくださるんですけど、そうなんですかね。私あんまり横顔、鼻はあんま高くないからさ、そうなのかなと思うんですけど、そうなんですかね。ありがとうございます。ダンサブルのティシャツやばいです。めっちゃかっこよかった、この前のリコは。そう、夫に系とかだと思ってたってよく言われますね。意外性目指していきます。意外ポーズ。あー、コンサートで良くなってた。へー、嬉しい。それはありがとうございます。そう、公演たくさん出れるようになったので、出れるね、そう嬉しいので頑張ります。歌わり以外の表情、そうなんですよ、歌わり以外の時の表情もね、こうちゃんと気抜かないように頑張ってます。この前のコンサートで初めて科目子タイムがあって、歌わり以外も取られるっていうのもあってね、さらに意識するようになりましたし、あのそうじゃない前からもたくさんね言われてたので頑張ってます。特にタンポポ。あ、予定が、じゃあその次の公演待ってます。それかアーカイブか DMM 配信でも
ね、ハプニングもライブの醍醐味ということで。あ、締めの言葉良かったですか？いやー、ありがとうございます。当たらなかったらショックで固まりてす そこまで体張らないでも大丈夫ですよ。全スリしちゃったらやばいじゃないですか。もうコスプレイヤーさんになっちゃう。しかも片方っていう。ね、れいなちゃんボケてて面白かった。そう、ちょっとね、画質しにボイジェフ苦手なので、もしかしたら、そう、吐 けるかも。ねえ、レイリアのお家、さすがだったね。めっちゃ面白かった。あれが最後っていうのもまた面白かったですよね。うん、SKE、そうなんですね。13日行こうかな。待ってます。ユニットのネクロスは SKE さんの楽曲だしね。ぜひ待ってます。13日。はい、13日待ってます。気になりました。それはもう押しちゃいましょう。気になり、早く、せめて、早数ヶ月だって。なんだって、なんだって、なんだって、あり。それはもう、押しちゃいましょう。押しちゃいましょう。にっこり。押しちゃいましょう、それは。うん、なるほど。ああ、佐藤さんで。いいですね。ね、実家はね、配ってましたね。いいですね、佐藤さんで。美味しかったですか？うん。体調良くなりました。ありがとうございます。鹿尾さん、ハートありがとうございます。お話し会楽しみ。私も楽しみ。ありがとうございます。ああ、そういうことか。お話し会終わりに、気丈に間に合わない。それは、じゃあ移動中でもうぜひ。いらっしゃいましたね、移動中の方とか。とか、外からっていう方もいらっしゃいましたので、移動中にでも。本当にテビンデンベテーマみたいで、いいですね、リアル感あって。生でユシ見て、より応援したくなりました。キャー ありがとうございます。シカオさん、ハットありがとうございます。ユシミとレイプをしてます。ありがとうございます。嬉しい。ありがとうございます。丸山さん、ハートありがとうございます。9期で一番推してない趣味ですよ。にっこり。ありがとうございます。うーかわいいな、こしさん、お疲れ。ありがとうございます。ビビビビさん、かっこいい。ありがとうございます。デコデコさん、レインボースター、ありがとうございます。そう、バナカ美味しいので、ぜひ。ブヒヤマブヒヨさんもレインボースターありがとうございます。よしみえちゃん見えます。めっちゃ見えます。めっちゃ嬉しいです。ペンライトカラー覚えたから次は振るね。ありがとうございます。嬉しい。オンライン話が待ってます。ほくろ、あ、そこ今、やばい。メモじゃないです。そしてほくろです。この位置のほくろ、なかなか珍しいですよね。青ペンライト、オレンジペンライト、ありがとうございます。元気な声聞けてよかった。はい、元気になりました。ありがとうございます。ご心配おかけしました。あさやさん、ラブレターありがとうございます。友和さん、ハートありがとうございます。ピュアレターね、ありがとうございます。あ、昨日顔赤かったですか？それはそれは。あ、よく言われます。ショールームと公園のギャップに驚く方多いですね。なので公園では全然違う私が見れます。 実のところお話し会取りそうになってます。あと駅、あと一駅なんだって。それはもう話しちゃいましょう。 こういう時なんていうのが正解ですかね。 ちょっと取っちゃいましょう。 取っちゃいましょう。それは、わ、明日追加するよ。いやー、嬉しい。ありがとうございます。撮っちゃいましょう、それは。あと一息。ぶひよはぶひよさん、水色だるま、ありがとうございます。だるま釣り、ありがとうございます。
お、ボバメ、乗ってくださってありがとうございます。嬉しい。田んぼに植えられそうです。植えます。そして刈ります。そう、生き別れの田んぼ。男装したら似合いそう。初めて言いました。そうですか。ちょっとあれなんですけど、コメント読めてないんですけど、今日は久しぶりということでピアノを弾きたかったのでピアノ弾きます。配信で弾くのは初めてだったから、すいません、緊張しました。はい、私の、はい、ブルグミラーの18の練習曲の14番ゴンドラの先導歌でした。これはいくつだったかな、ちっちゃい時にコンサートで賞を取った時の入賞者コンサートで弾いた曲です。確か、はい。眠れー。違います。ピアノは4歳から14歳まで10年やってました。ああ、ジョーカー、明日からもっと真面目に生きようと思います。毎回言ってます。今日の疲れが飛びました。よかったです。ああ、あれね、知ってる本当に。え、横顔そんなにですか？ユシンダンサブル、いいですね。ミラーさんって、ね、ブルグミラーっていう人が作ったやつです。ユシンのピアノ好き、ありがとうございます。俺も練習しよう。はい、ぜひ探したらあるので。小さい時に弾いたやつですね。いくつ、小学何年生とかそういう感じだった気がする。スルメみたいに癖になるんだって。嬉しいとか、それは多分。私はスルメが好きだから、はい、私もね、スルメ大好きね、アイドルだけど、10歳やって、10歳の時なので5年前ですね。久しぶりに弾きました。はい、
10歳の時に弾いたやつですね。好きですこの曲。好きですみたいな。好きです。カスタネット練習します。あ、そろそろ本当だ、断食にします。すいません、やっぱ30分だと短い。ポテトのアンガルごとなんて。じゃあちょっとファンの皆さんでいろんな音を練習しましょう。あ、腰回しが確定しましたって。いやー、やった、ありがとうです。これからよろしくお願いします。ペコ。はい、失礼しました。ちょっと電話が来ちゃったので音消しちゃいました。すいません、失礼しました。そう、電話が来ちゃったので音消しました。自分で電話番号とか来ちゃってやばいと思って大丈夫だったんですけど消しました。一応13位、ケンティさんありがとうございます。やばい、12位ソラさんありがとうございます。11位カズサンドさんありがとうございます。10位ホタルさんありがとうございます。9位ミョンさんありがとうございます。8位アンケンさんありがとうございます。7位シカオさんありがとうございます。6位トモカズさんありがとうございます。あ、変わっちゃいましたね、もう一回見ます、すいません。13位ホタルさんありがとうございます。12位ミョンさんありがとうございます。11位ビビビビさんありがとうございます。10位シカオさんありがとうございます。9位カツサンドさんありがとうございます。8位トモカズさんありがとうございます。7位アサヨンさんありがとうございます。6位ムーチョさんありがとうございます。5位ブヒヤマブヒヨさんありがとうございます。4位ダイクンさんありがとうございます。そして3位はドゥル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 ンヤスさんありがとうございます。ありがとうございます。そして2位はドゥル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 アンケイさんありがとうございます。そしてこの配信の1位はドゥル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 ドゥンしんのすけさんでした。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。皆さんも来ていただいてありがとうございました。それでは次の配信も来てくれるかな。すいません、コメント後で読みます。またねー。コメント後で読みます。